どうもお世話になっております。アムロのガンプラ製作です。引き続き食玩の G フレームです。 G フレーム第7弾のラインナップはフルアーマーガンダム、グフカスタム、ガンダム4号機となっていて、今回紹介するのはグフカスタムです。はい、G フレームはアーマーセットと、フレームセットそれぞれ500円で対になっています。アーマーセットは、アーマーパーツと無可動ハンガーパーツのセットとなっています。無可動ハンガーは首や肩、手首、足首など最低限しか稼働しない、内部フレームですね。そして外装がセットとなっていて、ほぼ直立に近い姿勢でのディスプレイが可能となります。フルアーマーガンダムとは異なり、ジオン系モビルスーツで対応される無可動ハンガーが使用されています。はい、フレームセットは可動フレームと武装類が付属しています。アーマーセットのアーマーを可動フレームにかぶせることで様々なポーズをつけてのディスプレイが可能となります。こちらのフレームセット単体では成立しませんので、ベースとなるね、アーマーセットの購入が必須。フレームセットはあくまでもアーマーセットのオプションという位置づけです。フルアーマーガンダムとは異なり、ジオン系で多用される可動フレームが使用されています。はい、今回のフレームセットに付属する武装はガトリングシールド、3連装 35mm ガトリング砲、ヒートサーベル以上が付属しています。ヒートロッドを除くグフカスタムの基本武装は、付属しているということになると思います。3連装 35mm ガトリング砲は独立しています。センサー部は着色されていません。ガトリングシールドのシールドの窓の部分を除けばきっちりと塗り分けはなされています。ガトリングシールドから機関砲などを外すことは可能ですが、表面の固定具までは外せないので、ノーマルのシールドにはできません。ヒートサーベルはガトリングシールドへの収納が可能となっています。武装類の装備手順については、3連装 35mm ガトリング砲を左前腕に装着、弾倉や球弾ベルトと一体型のグリップを握らせる、シールドを差し込むという流れで、ヒートサーベルの差し込みについては後でも先でも良さそうです。はい、それでは今回のキットグフカスタムの解説です。ジオン地球侵攻の要として投入されたグフだったが、配備が進むにつれ白兵戦を重視したコンセプトのため攻撃範囲が狭い、また白兵戦を想定してのバルカンの固定武装が災いし汎用性に欠けるなど前線での運用に不便な点が浮上した。そこでグフを全面的に見直し、固定武装を廃して射撃武装を着脱式とし、中近距離射撃能力を向上させた機体として再設計した機体がグフカスタムである。開発にはグフフライトタイプと同じパーツを用いて行われたとも言われ、外観にも共通点が多く見られる。もともとの機体性能を生かし、特に機動性が非常に高くなっている。劇中ではジオン東南アジア方面軍アプサラス基地所属のノリス・パッカード大佐が登場して奮戦し、ヒートロッドを用いることでジェットコアブースターとの空中戦を演じる。その後ザンジバル級の病院船ケルゲレンの脱出を支援するため本機を買って再度出撃。陸戦型ガンダム2機とガンダム EG8 と量産型ガンタンク3機を単機で相手にするという不利な戦いであったが、建造物を利用した戦法で量産型ガンタンク2機を撃破、第 08MS 小隊を手玉に取った。最終的にガンダム EG8 との白兵戦での一騎打ちに敗れて撃破されるが、胴体を両断されながらもなお3連装 35mm ガトリング砲を放ち、
最後の量産型ガンタンクを破壊する。可動ですね、首や腰は1回転します。はい、腹部ですね、ある程度柔軟に動かすことが可能となっています。肩はボールジョイントです。若干前方向に引き出せる構造になっています。走行の干渉はありますが、ある程度上方向への持ち上げも可能になっています。肩、上腕の付け根、手首はそれぞれ1回転します。肘の関節は90度以上曲がります。はい、股関節はボールジョイントです。大腿部にも回転軸があります。スカートの干渉はありますが、股関節周りの可動域かなり高いものとなっています。縦方向、横方向とも大きく開脚が可能です。膝関節は二重関節です。180度近く曲がります。足首ボールジョイントです。こちらも柔軟に動きますので地面の接地性高くなっています。モノアイレールが稼働します。一応モールドやディティールに沿わない合わせ目についても触れておきます。頭部、ショルダーアーマー、脇の下、下体の後ろ側、ガトリングシールドの各種パーツ、それぞれに合わせ目が出ています。また三連装 35mm ガトリング砲の裏側には肉抜き穴があります。はい、ヒートサーベルにも肉抜き穴があります。ガンプラのグフカスタムと比較をしてみます。はい、基本情報ですが、 G フレームはアーマーセットとフレームセットで、2019年9月発売1080円となっています。ガンプラの方は、2010年11月発売ですね、定価1728円となっています。ガンプラは144分の1スケールで、 G フレームは、ノンスケール。ガンプラの、胸のあたりに G フレームの頭頂部が来る、ぐらいのサイズ感になっています。ガンプラも完全な色再現というわけではないんですが、 G フレームの方もほぼ遜色ない色再現になっています。 G フレームについてはモノアイ、また腹部、ガトリングシールドなどに一部彩色が施されています。 G フレームには武装としてガトリングシールド、三連装 35mm ガトリング砲、ヒートサーベルが付属しています。ガンプラにはさらにヒートロッドが付属し、ガトリングシールドについては分解が可能、ノーマルのシールドとしての装備も可能になっています。はい、G フレームのグフカスタムにはディティールやモールドが入っていて、今回もオリジナル色が見て取れます。はい、ガンプラの方も設定などからはアレンジはあるとは思いますが、G フレームと並べるとプレーンなものに見えます。ブレードアンテナがやや厚ぼったいですが、着色部分ではないので削ってシャープにすればやぼったい印象も変わりそうです。ただしシャーザクのアンテナと比べるとディフォルト状態でもすでにある程度シャープにはなっているようです。はい、G フレーム共通の仕様ですが、後ろから見た場合は上腕と太ももに、外装がなく、フレームがむき出しになっています。また腰部の動力パイプについては G フレームはオリジナルの解釈となっているようです。はい、続いてプロポーションについてですが、ガンプラの方がスリムで頭身が高く、 G フレームの方は全体的に肉付きが良く武骨で力強い印象です。これは完全に私の勝手な好みですが、G フレームについてはジオン系モビルスーツのプロポーションが非常に秀逸だと思っておりまして、スリムではなく横幅のある力強いスタイルがジオン系モビルスーツにとてもマッチしていると感じています。オリジナルのディティールとも相まって、なかなかに G フレームは良い味を出していると思います。
G フレームの骨格はもう毎回同じですから、ジオン系モビルスーツについては毎度期待せざるを得ません。はい、可動域についてはガンプラはさすがに10年ほど昔のキットということで、 G フレームに劣る部分はあるかと思います。特に股関節周りの可動域については G フレームが圧倒的に勝っているように思います。はい、ということで以上 G フレーム第7弾グフカスタムのレビューでした。それでは以上となります。どうもありがとうございました。失礼いたします。